フィロメナはかつてカトリック教会で崇敬されていた殉教した少女である。4世紀に殉教した若いギリシャの地方総督の娘であったと言われている。1961年2月14日、ローマ教皇庁はフィロメナの名前をすべての天礼歴から外すよう命じた。フィロメナに対する崇敬はプリシラの方コンベでの殉教者であると解釈された。 少女の遺骨の発見後である19世紀初期に始まった。フィロメナについての詳細は何も知られていなかったが、墓で見つかったラテン語の名により、聖人の名前がフィルメナであるとされた。泣き殻は1805年に、ムニャーノ・デル・カルディナーレに移されて、数形の的となり、広く評判となった1935年の尊者、ポリーヌ・ジャリコーの地位を含むいくつかの奇跡が、 フィロメナの取り次ぎによると信じられた。聖者マリー・ビアンネ神父は他の人が彼に返した特別な地位をフィロメナに返した。フィロメナの生涯と殉教の詳細はナポリの修道所の研修をもとにして広まった。それは以下のようなものである。三世紀前後、ローマ皇帝ディオクレティアヌスはキリスト教徒を激しく迫害していたが、同じ頃、信仰に熱いフィロメナは 聖アグネスの原始を受け、自分の運命を知った。皇帝の結婚の申し出を拒んだフィロメナは投獄され、槍で疲れたり、矢で射抜かれたり、鞭打ちを受けたり、水に沈められたりしたが、天使の助けによって、奇跡的に死を免れた。最後は、キリスト教徒の数が、海の砂ほど多くなるのを予言し、首を跳ねられて殉教した。切り落とされた首は微笑みを浮かべ、 五皇が取り巻いていたと言われている。全世界で使われるローマ天礼歴にフィロメナの祝日は含まれなかったが、1837年以降は一部の場所で認可された。1920年の典型的なローマ天礼書には、ミサ天礼が用いられる場所が殉教した乙女が一般的であり、成人に適当なものがいない箇所であるという指示とともに、 8月11日にフィロメナに対する言及がある。しかし1961年2月14日、ローマ教皇庁はフィロメナの名前をすべての天礼歴から外すよう命じた。したがって自発教領スンモールヌム・ポンティフィクムにより、ローマ天礼の特別な方式として使われている1962年版のローマ天礼書はフィロメナについて触れていない。 AB, アクターアップストリッキーセットス。A, B, S ets, 1961、P174?The Text Can Be Consulted.On the Web Site of the Holy See.1920Tipical Edition of the Roman Missile.With Feasts Updated to the Rate.1920S, P2141 August.St.Firamina, Virgin and Matter, Mass.Low Kiba from the Common of Virgins.1 ありがとうございます。